平成23年8月6日、菅総理は広島県広島市の平和記念公園で開催された広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式に参列しました。66回目の原爆の日に行われたこの式典には、被爆者や遺族ら約5万人が参列。66カ国と欧州連合の代表らも出席し、犠牲者の冥福と世界の平和を祈りました。松井広島市長と遺族代表が、今年1年間に死亡が確認された5785人の名前を記した原爆死没者名簿を慰霊碑へ奉納。遺族、被爆者の代表や菅総理などの来賓が献花しました。原爆が投下された午前8時15分、黙祷。遺族代表と子ども代表による平和の鐘に合わせて1分間の黙祷が行われました。広島市の松井一美市長が平和宣言で被爆体験や平和への思いの共有、核兵器廃絶を訴えました。私はこの平和宣言により、被爆者の体験や平和への思いをこの世界に生きる一人一人に伝えたいと考えています。そして人々が集まる世界の都市が2020年までの核兵器廃絶を目指すよう、長崎市とともに平和首長会議の輪を広げることに力を注ぎます。続いて平和への誓いで、悲しみに満ちた広島に草木が芽生えました。人々は平和への強い思いを持って復興に向けて歩み始めました。未来を作るのは人間です。喜びや悲しみを分かち合い、諦めないで進めば必ず夢や希望が生まれます。私たちは今を生きる人間として夢と希望があふれる未来を作るために行動していくことを誓います。菅総理は挨拶で、66年前ここ広島を襲った核兵器の惨禍を人類は決して忘れてはならず、二度と繰り返してはなりません。私は日本国政府を代表し、唯一の戦争被爆国として究極的な核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向け、日本国憲法を遵守し非核三原則を堅持することを誓います。核兵器の悲惨な実態を将来の世代に語り継いでいくことは、我が国が世界に果たすべき歴史的な役割です。非核特使の皆様の献身的なご協力に感謝を申し上げます。核軍縮の機運を高めていく上で、市民の皆様の熱意と関心は欠かすことができません。皆様と共に核軍縮不拡散教育に関する活動を世界に広げてまいります。本年3月11日に発生した東日本大震災は、東京電力福
島原子力発電所に極めて深刻な打撃を与えました。これにより発生した大規模かつ長期にわたる原発事故は放射性物質の放出を引き起こし、我が国はもとより世界各国に大きな不安を与えました。今回の事故を人類にとっての新たな教訓と受け止め、そこから学んだことを世界の人々や将来の世代に伝えていくこと、それが我々の責務であると考えています。式典後、広島原爆擁護ホーム神田山安らぎ園を慰問しました。その後、市内のホテルで企画特使との懇談に出席し、企画特使8名と懇談、活動報告などを受けました。続いて被爆者代表から要望を聞く会に出席し、7団体の代表者らから要望を受けました。そして記者会見に臨みました。それではただいまから菅内閣総理大臣の記者会見を始めさせていただきます。まず広島市政記者クラブから代表質問をお願いいたします。すいません、それでは広島市政記者クラブの代表として中国新聞のモンドと申します。質問させていただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあちょっとその冒頭一言だけいいですか。はい、はい、じゃあ冒頭一言だけ、はい、今日は66回目の広島に原爆投下で亡くなられた皆さんに対する慰霊祭に出席をさせていただきました。そしてその後、被爆特使の皆さん、さらには被爆者の皆さんから、いろいろお話を聞かせていただきました。例年にも増して、今回の式典、さらにはその後の皆さんのお話は私に非常に、身にしみるというか、強く印象に残りました。それは一つにはこの間核兵器廃絶への動きが国際的にも高まってきておりますし、非核特使の皆さんの活躍もあって我が国がそうした活動に積極的に動いた結果が国連等でも積み重なってきていると、そういうことがお互いに確認されたことが一つあったと思います。そしてもう一つはやはり3月11日の大震災に伴う東電福島原発の問題に関して、原爆被害とは正確は異にしますけれども、やはり放射能というものの放出による心配という、そういう共通の部分もある中で、改めてそうしたことのない社会をいかにして作っていくのかという関心の高まりを感じました。私としてもそうした皆さんの意見も踏まえながら、これまで以上に核兵器のない社会を目指す、また放射能によるいろいろな問題を引き起こさないような社会を目指す、そのことの重要性を改めて強く感じたところであります。私からは以上です。はい、じゃあどうぞ。それでは質問させていただきます。先ほども放射能の心配を国民が持つことのない社会を目指すということをお話しされましたけれども、まさに式典の挨拶の中ではですね、原発に依存しない社会、
これはすなわち脱原発を目指すというふうに明確に表明されました。これは先ほどの非核特使との懇談やですね、被爆者代表から要望聞く会の出席者の皆様、何かの皆様も同じような受け止めをされておられたと思いますので、これ脱原発ということと私たちも理解をしております。で、被爆地のこういった発言はですね、式典でもあり、発言は特別の重みを持っていると思います。また以前の会見で、脱原発を表明された後に、私的な思いだったと、発言もされたことがありますけれども、今回の発言は改めて国政化を目指す考えを表明されたのでしょうか、それともあくまで個人的なご見解なのか、そのあたりをまず教えください。今日の挨拶では原発への依存度を下げ、原発に依存しない社会を目指していきますという表現を含めてですね、そういうことを申し上げました。そしてご承知のように7月の29日のエネルギー環境会議においてですね、中長期的な革新的エネルギー環境戦略に向けた中間的整理というものを発表いたしております。つまりは現行の考え方をゼロベースで見直して、原発依存度を低減をしていくというシナリオを工程表を含めてですね、これからきちんと提示していこう、これは内閣として取り組んでまとめた中間的な方向でありまして、そのことは私が今日申し上げたことと方向を一にしておりますので、政府の方針と今日の私の挨拶は方針としては方向性を一にしている、つまり一致しているとこのような内容だということであります。それでは代表質問2番目の方、よろしくございますか。2問目ですか。昨年の平和記念式典の会見で、総理は核抑止力は必要との認識を示されましたけれども、現在のお気持ちはいかがでしょうか。また昨年の平和宣言で前秋葉市長が言及されましたけれども、非核三原則の法制化を求める意見はまだ根強くあります。被爆国の日本のスタンスとしてより重要性も増していると思いますが、この点についてどのように受け止め、取り組んでいかれるかお願いします。核廃絶を目指すということは、同時に核廃絶が実現すれば核抑止力そのものが必要がないことになります。つまりは核抑止力の必要性そのものがなくなるような核兵器のない世界を目指すことがまさに我が国の方針であり、最大限の努力をしてまいりたいと思っております。また非核三原則に関しては、我が国の極めて重要な政策として、十分に内外に、周知をされ徹底されていると認識しております。政府として、そうした非核三原則を堅持をしていくと、そしてそのことを国際的にも明確にしていくと、そのことはが重要だとこう考えております。ありがとうございます。はい、最後の質問です。昨年政府が表明したいわゆる黒い雨の候補地域の拡大についてですけれども、昨年末から始まった検討作業がまだ進んでいないとの不満が被爆者の間で広がっております。また、司法の判断ではこれまで国の原爆症認定の基準や運用を覆す判決が相次いでいます。福島第一原発事故に伴う放射性物質の大量拡散によって
黒い雨の検討作業の行方は今後の援護政策などにも影響を与えますけれども、どのようにこの点認識されていますか。またどんな対応を考えておられるかも併せてお聞かせください。まあ、黒い雨の件では先ほどの被爆者団体の皆さんからも何人かの方から指摘をいただきました。またその時私なり厚生労働大臣からもお答えいたしましたが、昨年の12月からそうした関係者の皆さんにも参加をいただいて検討を進めております。厚労大臣も言われておりましたように、できるだけ早い時期の方向性を出していきたい、このように考えております。また福島原第一東電福島第一原発事故に伴う放射性物質の問題につきましては、これまでもさらにこれからもしっかりとモニタリングを行って、そして必要なところには徹底した除染を行うなど、しっかりした対応を進めてまいりたいと考えております。はい、ありがとうございました。続きまして内閣記者会から代表質問をお願いいたします。内閣記者会幹事社の毎日新聞の高橋と申します。ちょっとお話が変わるんですけども、総理が一定の目処の条件とされていた特例公債法案がまだ成立していないんですけれども、今国会中に成立しなかった場合ですね、総理はどう対応されるおつもりでしょうか。また9月以降も続投なさるおつもりでしょうか。お聞かせください。特例公債法案はこれが成立しませんと、国民の生活にとっても、あるいは今後の大震災復旧復興にとっても大変難しい状況になることは党派を超えて共通の認識だと思っております。それだけに何としてもこの国会会期中にぜひ野党の理解をいただいて成立をさせていただきたい、そのように考えております。はい、それでは2問目お願いします。同じく幹事社の TBS です。先ほどの平和式典の挨拶で原発の安全性確保のための抜本的見直しについて総理は触れられておりましたが、昨日細野大臣が示した新しい原子力の規制機関について環境省案と内閣府案両論併記となりました。総理としてはどちらの方が適切だと考えておりますでしょうか。また省庁の元に置くことで新しい機関の独立性は担保されるとお考えでしょうか。お願いします。この原子力の安全性確保のための抜本的見直しというのは、いくつかの大きな要素があります。その一つが、従来経産省にあった原子力安全保安院を、経産省から切り離して、そして、例えばアメリカの NRC などですね、より強力な原子力安全のための、つまりは原子力を推進する立場にあった経産省とは独立してですね、そういうものをしっかりと作るということも、その原子力安全確保のための改革の極めて大きな要素であります。そういった意味で細野担当大臣がそうした具体的な改革、しかもこれは大改革です、その大改革の案を試案として示されたということは大変大きな前進だと考えております。その中でその期間を
環境省のもとに置く、あるいは内閣府の中に担当大臣を置いた形の庁という形で置く、まあ、2つの案を示されたわけであります。私は、まあ、事前にも お話を聞いておりましたが、しっかりとした議論の中で最も国民の安心安全のためにですね、有効な形で働く現職安全の機関としてもらいたいと思っておりますので、2つの案を示されたということは、その2つの案の中でどちらがいいのか、あるいはさらにそれらを議論する中でより効果的な形というのはどういう形があるのか、まさに議論のたたき台として2つの案を両論併記されたわけでありまして、そのことを踏まえてしっかりとした議論をし、そう方向性としてはですね、時間をかけないで方向性は定めていってもらいたい、このように思っております。以上です。はい、それでは3問目をお願いします。総理は原発について立することのできない技術と表現され、先ほどの挨拶でも非核三原則の堅持を誓いました。また昨年には非核三原則の法制化の検討を表明していたと思いますが、核の平和利用は今後も可能だとお考えでしょうか。非核三原則については先ほどお答えしたことと同様であります。原子力の平和利用についてはですね、今回の事故の教訓を生かして、原子力の安全という点でやはりこれまで以上の高い水準を目指す、実現しなければならないとこう考えております。また先ほど来申し上げてますように、原子力に大きく依存してきたこれまでのエネルギーの将来目標に対して、これエネルギー基本計画が中心でありますが、今白紙からの見直しをし、先ほど申し上げたエネルギー環境会議でお示しをしたように、そうしたものに対する依存度を低減させていくと、そういったことを段階的に進めていく、そういう工程表もそのエネルギー環境基本会議の中間報告の中で方向性を示しているところでありまして、そういう形で進めていくべきだとこのように考えております。それでは以上をもちまして菅内閣総理大臣の記者会見を終了いたします。